はい、始まりました。信長の野望創造実況伊達政宗編。豊臣家との戦い、一進一退の攻防が続いてますが、着実に西には南から進んでますね。よし、それじゃあまずここですね。かしこまりました。どうにか高岡城を守りきったんで、残りの部隊で西攻めと指示をしておこう。そしてこいつはなんか勝手に帰ろうとしてるんで、こいつらも向かわせると。これでいいかな。後ろからも少しずつ来てるな。部隊回復したところから少しずつ送ってますね。塩寺、それでは本拠をもう一回戻して、こっからやな。ついに戦ってんのか。無理か、やっぱ善助だけでは。本田戦う使うしかないな。ここは一旦下がるか。本拠を移して、編成一旦ここ抜いて、駿府城抜いといて、これで本田忠勝をこっちに動かすか。承知いたしました。よし、本田忠勝森城を攻めさせんと、動かすと北に。そして本拠を、この作業がいちいちめんどくさいな。どこや、ここか。あれ、どこ行った。ここか。あれ、ここか。あれ、城がない。川越城どこ行った。あった。よし、そして奪ったところに武将入れとかなあかんな。ここかも入れてへんな。近くから適当に、また微妙な人選してんな。この辺もつがる前田と品川、これくらい牧野入れとくか。そしてここ斎藤がいいのか。志村前野、斎藤、ちょっと待ってよ。もうちょっとぴったりのやつがいてんな。前田利家、柴田勝家が死んでるからな。安藤、いっか、こっちから出すか。志村とこの辺のやつを送って、使えるやつは使わした方がいいな。武将強いやついるから、まあ出し惜しみせずに浜松城にも、さっさなります。北条又兵衛とかもいんのか。前田刑事、めちゃくちゃいんな。こいつらに使わせるか。すげえいんな、ここ。
近くのやつがブワーって入ったから。次いるけど、そんな強いやつがいいな。こっちにもいるのか。東のやつは西に送ってるんかな。じゃあ、いっか。よし。それでは、スタート。よし。ちょっと一旦下がって。天下に問う。お。我が軍略を。よし、入れ。あ、入らへん。でやろう。こう潰してもうたな。まあいっか。南北攻め立ってんな。こいつらこっち攻めさせるか。承知いたしました。よし、かしこまりました。かしこまりました。俺のやつ任せください。空いてる城攻めさせて。いざ参ろう。我が策お見せしましょう。これでこやな。今度は忠勝を前線に置いて、善助もこれでこやな。よし、これで本田忠勝使えるぞ。行くぞ。もう戦略が本田忠勝やからな。守備強化して、守備強化持ってんねんな。でもなるべく貯めとこ。そしてジェンスケ削られんようにちょっと離れとこ。よし、続きなさい。来た、来たよ。承知いたしました。これで守備強化して突撃やな。逃げるな。これでトンボキーで、お、援軍来た。削り潰せ。よし、ギリギリやったな。下がるか。ここは残りは取り囲んで潰すか。小さいから。よし、まあいいか。取り囲みつつの、本田忠勝へ攻撃しつつの、善助狙いか。これで射撃で弱めるか。あれ、終わるぞ、早くしな。狙い撃ち、これで終わるな。よし、完璧な勝利やな。お、上だ。あ、豊臣家がでかいから全然使いようとしひんな。よし、森城潰した。これでこっちから行けるのじゃないかな。お任せください。よし、回り込むか。お任せください。
もう一個か。お任せください。同時攻めしたらいいんじゃないかな。かしこまりました。お。ちょっとこ。お任せください。お。こんな感じで攻めればいいんじゃないかな、南は。おお、なんで帰ってね、本田。忠勝は勝手に帰っていった。力を合わせ、戦い抜くのだ。予想外の動きしやがって。忠勝が動かせねんな。仕方ない。落ちたな。次岩村城か。お。承知いたしました。よし。お任せ。こんばんは。岩村城行け。本当に半蔵こいつらも岩村じゃ。よし、出陣するぞ。想定外の動きしてんな。本田高勝はここで逃げるとは。戦争で敵前逃亡なんてしたら死刑やのに。強化、味方の強化、善助もそんな強くないな。技がそんな強いわけじゃないからな、こいつら。お互いに強化するしかないか。もうちょっとこっち向いとくかな。待て待て、攻撃強化できてへんや。守備強化しかできてへんな。臨戦しとこう。よし、騎士は正則か。してくんな。武士を出さないで攻めた方がいいか。よし、シッタで攻撃力上げといて。わあ、襲われんな。ぐるんぐる回っとんなって。島左近下がるか。一貫これで一回倒しといて、いいな。おまさん到着を待った方がいいな。お味方が捕らえられました。うわ、善助はもうあかん。こいつもあかんぞ、このままだと。なら大関が行くしかないか。かしこまりました。よし。かしこまりました。お。おお。囲まれてんだここ。各地ですごいなんか分散して戦ってんな。岩清水、武田こと、とにかく猛烈ラッシュで押し続けるしかないな。お、到着してんのか。こ
こいつらこのまま攻めさせて5500、結構硬いな。終わりか。よし、弱い。ご命令ください。報告いたします。軍団本拠を部署に移して、本田忠勝を呼び戻す。そして本拠をまた戻して確保しよう。そして軍団編成で駿府城入れなあかんねんな。さっき駿府城入れへんかったから戻ったんかな。よし、これでスタート。本田忠勝戻ってくるか。戻ってきたな。かしこまりました。なら任せるか、本田忠勝に。おお、お味方打ち死にした。止まれ。おお、どう言ってる、どう言ってる、何がどう言ってる。こいつ下げて。承知いたしました。お、本田忠勝前に行ったところで、こうか。ちょっと待って、北もやってんねんな。うわ、すごい、どこもかしこもやってんな。これ27、あ、2700か。こいつらはとりあえず力攻めさしといて。雲落ちそうやけど。どうなんやろ。なんか各地でぐちゃぐちゃなってて、把握できない。浜松城から出えへんな。一旦先こっちかな、岩村城かな。6500か。これ岩村城先行った方がいいな。進め。152守備強化、直江兼次突っ込ませるか。こいつはもう無視や。で、4669。それなら落とせるか。そして次こっち。気は使わず、あれ、いた、びっくりした。これで本田忠勝消えてたら怒ってるからな。よし、敵が来るのをちょっと前に引きつつ。
なぜ439稼いでも。なんだこれ。いろんなとこか、うわ。また湧いてきてんな。いいな、まさ、こいつらを。こっちに送るか。大関。承知しました。こいつらをこっちから送るか。よし、今回コマにしようか。うわー、ここも強行してるけど潰せるか。そして次に南の軍団も動き出したな。金運城落としきれへんかったから迫ってきたな。よし、今回これにて終了。次回、次回も豊臣家攻めこのまま進めていきたいと思います。膠着しつつもちょっとずつこっちが攻めてるかな。それでも敵が後ろからガンガン出てくるから攻めきるに攻めきれてないですね。回復量がやばい。よし、以上終わります。